こんにちは、五十嵐でございます。今日のメルボルン、気温は33度ですね。地面は暑い、とてもじゃないですけど犬の散歩ができるような状態ではありません。しかしこうやってですね、水辺で遊んだり芝の上であればですね、ちゃんと犬は散歩できるわけですね。やはりアスファルトやコンクリートで覆い尽くしてしまった道路、そういったところで犬を飼うというのはですね、とても制限があるように思います。オーストラリアの人は犬の散歩、車で来ることが多いですね。もちろんね、地元を歩く人も少なくありませんが、特に夏場ですとね、朝早く起きなければならなかったり、夜太陽が沈んで地面の熱が取れるぐらいじゃないと散歩に行けないというよりかは、犬を車に乗せてこういったところ、水辺だったり、ね、水辺のある、そして芝もあるような公園、こういったところで犬を散歩させるというのがベストじゃないでしょうか。